佐藤エース、やすしパオ絶賛発売中です。よろしく。じゃあ、あ、すいません、今日はまあお疲れ様でした。お疲れです、パオの発売中。じゃあちょっと待ってください。はい、4月大会、山梨大会の山田太郎戦についてお願いします。まあ今度は3回目だっけ。はい、1勝1敗。あ、はい、4度目になるんですか、ね、4回目。はい、1勝1敗1分けで。あれ、はい、ああ、あの10分のやつ入れてるのか。はい、あれ入れてんだ。あれを入れます。一応1勝1敗1分けです。はい、次決着戦ね。まあ何度でも見たいですけど、俺もね、そうだな、うん、まあどっち勝つか分かんないけど、決着戦なのかな。まあ一歩どっちかがリードするっていう戦いになると思うんだけども、それでも本当太郎と何回もやりたい、すごい楽しみにしてます。で、お客さんにもね、どっちが勝つ負けるじゃなくてね、どっちの何が面白いかすごいかっていうのをね、見てもらいたい。そう試合をね、僕をします、太郎もします。はい、そうですね。2人のシングル、多分、関東では今までずっと関東だったんですけど、うん、今回中京地区で初めてということで、うん、多分お客さんびっくりするような展開になるのではないかと。ああ、もう期待してますね、見てる人がねびっくりするようなね、そして楽しんでもらえる試合をね、まあやれるでしょう、太郎と俺だから、ね、まあやります。はい、で、その次の大会、実は6月大会、前回、違う団体さんですが、正宗選手と渡辺宏選手の試合後に、次は誰が出てくるんだみたいな感じで正宗選手がコメントをいたんですけど、はいはい、ね、その件について。はい、あれはでも鍋さんはどうなの。鍋さんは自分で行くって言ってるのは今のところまだ。でもね、俺はツイッターでも書いたんだけど、はい、鍋さんにはもう順番は後ろに並べと、もう一回やってるからね、負けたことをぐちゃぐちゃ言ってダメ、ね、もしやりたいんだったら順番あるから後ろに並べと。でさ、誰生かすつもりなの。誰よ。まだ考えてないです。いいよ、俺も並ぶ、順番並ぶよ、順番並ぶけど、俺の前に誰かいるんだったら正々堂々と横入りするから俺ね、俺が行く、ね、俺の前に誰かいたらそれどかして横入りして、俺が正宗選手とやる、絶対やる。ご検討させていただきます。はい、ありがとうございます。はい。